ピーター・ホールデング・レックはトランザムシリーズの黄金時代のレースカードライバーであり、デートナ24時間レースで4回優勝した。彼はまたフロリダ州ジャクソンビルの自動車ディーラー及びレーシングチームであるブルモスの所有者でもあった。グレックは機械エンジニアで海洋焼却炉のメーカーの息子としてニューヨーク市で生まれた。彼は1957年に私立の予備校である ディアフィールドアカデミーを卒業し、ハーバード大学に移り、1961年に英語の学位を取得した。彼は映画制作で短いキャリアを持ち、スカッシュプレイヤーとしても競争し、最終的にはオートレースに落ち着いた。ハーバード大学を卒業した後彼はヨーロッパに移り、セントロサット自動車教習所に通った。その後、彼は米海軍に加わり、 航空庁法院になりました。彼はフロリダ州ジャックソンビルの海軍航空基地に配属され、1965年に退役するまでそこで勤務した。彼はジェニファー・ジョンソンと結婚し、ジェイソンとサイモンの二人の息子がいた。1973年ポルシェ911、ピーター・グレッグの彼ら RSR ・グレッグは在学中、1958年に ニューハンプシャー州ラコニアでヒルクライムに初めて登場した後、ジムカーナとアイスレースでモータースポーツのキャリアを始めた。1963年に彼はフロリダ州オセオラ郡で改造されていない生産コルベットを運転し、スカニンカレースに勝利した。彼は1964年にポルシェ904で 本格的なポルシェのドライバーになり、その後ポルシェ906でレースに参加した。1965年に彼は所有者のヒューバート・ブランディッチの死後、地元のディーラーであるブルーマスポーシュを購入した。彼は1967年に2つのクラスデスカのサウスイーストディビジョンチャンピオンになり、デートナト・セブリングで勝利を収めた。1968年に彼は、 メルセデス・ベンツ・ディーラーを買収し、トランザムシリーズのスカの2リットル未満のセクションで競争に参加した。彼は1969年に6つのトランザムレースで優勝し、スカの B セダンナショナルチャンピオンシップにも参加した。1970年に彼はフィアットと MG を販売する3番目のディーラー、スポート等を開設している。1971年、 彼は主要なトランザムシリーズの一部であり、チームメイトのジョージ・ホルマーと一緒に、バッドムーア・フォード・マスタングを運転した。彼は1973年と1974年に、ブルーモス・ポルシェでトランザムシリーズを制した。この時までに、彼は、イムッサに関与し、1971年と1973年に、イムッサ GTO 総合選手権で優勝し、 ピーター・パーフェクトというニックネームで呼ばれた。これはハンナ・バーベラの漫画のワッキーレースと呼ばれるキャラクターを指している。1973年に彼はハーレー・ヘイウッドとポルシェ・カレラでデートな24時間レースを制した。その後彼は引退を発表しジャクソンビル国立銀行の理事ポンテベドラ・ライオット・クラブのクラブテニスプレイヤー及びスピードボートレーサーとしての 生活を送った。グレッグは再びレース活動を再開。1975年、1976年、1978年に、デートナ24時間レースでさらに3回優勝した。1976年のデートナでの59、BMW EQ クーペスポーツライフとバットモービルで、ブライアン・レッドマンとの勝利は、BMW のアメリカでの最初の大きな勝利として、 挙げられているグレッグは1974年、1975年、1978年、1979年にイムッサ、GTOO の総合選手権で優勝し、クラスで6つのキャリアタイトルを獲得。1980年6月、彼は924彼ら GTS で、ルマン24時間レースに、あるホルバートと一緒に、 ポルシェのワークスチームから参戦予定だったが、パリ近郊で負傷。レースの練習セッションに向かう途中で、巨星ギッシャを追い越そうとしたが、車が彼の前に引き出され、衝突を回避しようとして、彼の車は溝に落ちてしまった。アーティストのフランクステラが同乗していた。医者がグレッグにレースをさせることを拒否したため、デレック・ベルが代役を務めた。グレッグは翌月デートナで開催された。 ポールリビア250に出場する許可を与えられた。レースの大部分をドライブする予定だった彼のパートナーであるヘイウッドはリード中にすぐに病気になりグレッグを残して埋めましたが彼らのポルシェは交代し最終的に3位でフィニッシュしました。福祉に苦しんで彼はすぐにイムスサによってレースから締め出された。BMW でのグレッグの成功は BMW M1 プロカー選手権、スーパーカーを工場から注文するよう招待されたことで報われた。フランクステラが描いたグレックカーは工場が所有していない唯一の BMW アートカーとして引用されている。グレックの未亡人は1990年に車を売りに出した。1999年にグッケンハイム美術館に寄贈され、ボナムズ2011。 ペブルビーチコンクールデレガンスオークションでアートコレクター、カーコレクター、BMW ディーラーのジョナサン・ソーベルに85万4千ドルで販売された。グレッグは1980年に遺体で発見された。死因は自殺とみられている。彼はアメリカで最も偉大で最も成功したロードレーサーの一人として評判があり、スタートした340レースのうち152をしていた。 グレッグの耐久レースパートナーであるハーレー・ヘイウッドはデボラ・グレッグがブルーモスモーターカーズのオーナー兼 CEO に就任するのを支援した。彼女は80年代にブルーモスのために運転するトランザムとエンデュランスシリーズで成功したドライバーになった。彼女は90年代半ばに再婚しディーラーを売却した。1991年、ブルーモス・ポルシェは 新しく作成された、イムッサスーパーカーシリーズの2台のポルシェチームに参加し、伝統的な白、赤、青の911ターボのペアで、ポルシェの3つの連続メーカーチャンピオンシップを獲得した。ピーターの息子サイモンは後に、トランザム、アメリカンルマンシリーズ、グランドアムシリーズのドライバーとして活躍した。サイモン・グレックは、 スカの GT-1 クラスのダーハーグモータースポーツバナーの下でシボレーコルベットをキャンペーンしている。彼は2015年1月にホームステッドマイアミスピードウェイで開催されたスカサウスイーストカンファレンスメジャーズツアー GT-1 レースで優勝し GT-1 クラスの新しい実績を打ち立てた。ピーター・グレックから1940から1980 m o t o r s p o r t s h a l l o f f a m e c o m 2 0 1 8年5月26日閲覧 ABCDE International Motors p o r t s Hall of FameMotorsportshaalloffame.com2008 年8月27日時点のオリジナルよりアーカイブ 2009年11月16日閲覧。abcde, イム・ザ・ベラグ、ピーター・グレッグ、エ r レーシング・レジェンド。l, a l e a l e x 6 2 t y p e p a d c o m 2 0 0 9年11月16日閲覧。abchttps:/news.google.com/newspapers2 度イコール 888& ダットイコール1980万 1217&ID イコールベラバッジシットイコール P1 オーダバッジピコグラムイコール626879万65501975から 1976BMW3.5CSL イムッサ SUPERCARS.net 2014年11月7日閲覧 ピーター・グレッグ・テイクス・ヒズ・ライフ。ストリート・ペテルブルク・イブニング・インディペンデント、https コロンスラッシュスラッシュニュース .google.com スラッシュニュースペーパース、id=4 イコールラバジアンド、シットイコールベルグラバジアンド、ピコグラムイコール =6506、21519、アンドリーイコールピーター・グレッグアンド、hl=en ハット、ベルナール・ジェイコブソン・ギャラリー。 jacobsongallery.com2009 年11月16日閲覧トラジックレーサー SBMWM1 アートカーヘッズ2ペブルビーチオークション NITIMES.com2014 年11月7日閲覧フランクステラ SBMWM1 アートカーファインズ A ニューホームインザハンプトンズ autoblog.com 2014年11月7日閲覧ロバーツ、リッチ、シーズ・チェーシング・アフター・ドリームス、リービング・ザ・ナイト・メア・ビハインド・ウィドーブ、ピーター・グレック・ハズ・テークン・ザ・ホイール、pqesb.pqarchivr.com e h t t p s p q a s b p q a r c h i v e r c o m l a t i m e s a c c e s s 5 8 2 7 9 2 1 4 h t m l d i z 5 8 2 7 9 2 1 4 h 8 2 7 a n d mt ="abs"& 回 mts ="abs".ft& タイプ、イコールカレント&、デートイコールエープリルプラスレイパーセントに C プラス 1987&、オーサーイコールリッチ・ロバーツ&、パブイコールロス・エンジェルスタイムズ&、ディース・シーイコールシーズ・チェーシング・アフター、ドリームス・パーセントに C ・リービング・ザ・ナイト・メア、ビハインド・ウィドウ・オブ・ピーター・グレッグ・ハズ、テイクン・ザ・ホイール&、プカートルイコール・グーグル2009年11月16日 閲覧。サイモン・グレック・サインズ・ウィズ・アメリカン・バイパーシン・フォー。セブリング・アンド・デートな www.thereacesite.com.thereaceforum.com、e e um.。2009年11月16日閲覧。トラック・レコーズ・フォール・アット・ホーム・ステッド・メジャーズ。www.scca.com。 スポーツカークラブオブアメリカ2015年1月20日時点のオリジナルよりアーカイブ2015年1月20日閲覧ピーター・グレッグ・アット・ザ・モーターズ・ボルツホール・オブ・フェーム・オブ・アメリカありがとうございます